47ヒロインズ、じゃあ早速やっていこうと思います。今回はまずねガチャからやっていこうかな。11連ガチャ、ダイヤ余しててもいいことないからね。早速やっていこう。闇鍋ガチャスイッチオン。武器と悪魔と女が混ぜこぜになったガチャなんだよね。まあ何でもいいわ、正直何でもいい。星5が来ればいい、それ以外は望まない。ちょっと音下げます。まず一つ目、あ星4か。こういう風になんかさ、お、岐阜出身悪魔退治のプロじゃ。よろしくお願いします。人財産築くことが目的じゃが、ともかくよろしくな。こういう風に登場シーンっていうのが見せてくれるのは、あなた初めて獲得しましたよこのキャラっていうねことなんだよね。それ以外はね自動で進むから。あ、これもじゃあ違うわけか。星3、広島。私の名前は財前エリ、広島出身よ。私と並び立つなら美しくなければ許しません。あなたも美の研鑽を怠らないようにね。北広島が生んだ怪談児、軍人ロックスター。これ2つ目で、星5はまだでも最後らへんかな出てくんのは。じゃっちゃらーって、なんかドッキリ大成功みたいな BGM だね。ウルフファング、あ、仮面ライダータイガが持ってそう。星4、ちゃっちゃらーん。おなご、私の名前は九章圭。九章って言うんだ。皆さんのお力になれるように頑張ります。あ、顔文字がある。これで九章言うんだ。圭か、井川圭と同じ名前だな。井川と。ちゃっちゃらーん、ドッキリ大成功。星4、なるほど。ハンマーか、ハンマーでも星5持ってんだよな。チャッチャラーン、でも新しいやつが来るっていう証拠だから。これチャッチャラーンは福岡。はーい、福岡出身の王のメイだよ。お祭り大好きな14歳、みんなよろしくね。福岡県民はこれでいいのか、ちょっとバカにされてないかこれ。福岡県民わかんないけど、あわもう全然出てこないじゃん新しいの。チャッチャラーン、星5来ないか。なんかこのイラスト見たことあるかもしれない。福井出身だ。なんだろうこれ。世界と歴史の謎を解明することこそ我が輩の使命。諸君よろしく頼むぞ。これなんだろうな、わかんねえ、出てこない。逆転裁判じゃなくてレイトンでもなくて、最後1枚。何も出なかった。星4か、星4止まりか。よっしゃ、早速クエストやっていこうと思います。決戦氷雪の指揮者2、多分北海道編はこのステージで最後になるのかな多分。まだね、北海道から抜け出せていないんだけど、フルーレティを倒す。なんか当たり前のように出てるけどさ、俺フルーレティ知らないんだよね。多分、この一番左のこれなんだろうな。これフルーレティっぽいな。見たことないから。よっしゃ、早速やっていこう。さあ、来たクエスト。うわ、でっかいの一人いるわ。こいつだろ、フルーレティ。フルーレティは、真ん中にいます。ちょっと待って、一回ちょっと待ってよ、画面ちょっと。これがフル、やっぱそうだね。 HP3203、 やばい。この3ってところがポイントだね。3203ってところが。これ移動してくんのかな、いきなりこっちに攻め込んでくんのかな。なんか雑魚キャラもしっかりいるね。とりあえずちょっと固まってで移動するか。いきなりこいつと戦わなくてもいいだろ、いきなりは。ちょっと待ってよ、雪ちょっと壊しとくか一応念のためね。じゃあ行くってちょっとなんかやらしいからやめて。それ行こか。いや、みんな行くって言うね。のんびりとね。まあそうだね、のんびりと。ちょっとのんびりとボス戦行くか。北海道のボス、敵の動きをちょっと見たいからな。フルーティーが動くのかどうか。あ、やっぱり動かないね。どうしようかな。やっぱりボスってさ、そう、最初動かないもんだよね。なんかむしろ待つみたいな、お前から来いみたいな。あ、そっか、移動がちょっとあれだな。みんなちょっとあれか、雪道だから足取られてんのかな。移動にちょっと苦戦してる感がすごくある。これイロハ前に突っ
掴んで大丈夫かな。ちょっと待って、能力じゃない、 HP がちょっと残っちゃうな。一旦ちょっと待ってくれ。みんなで固まって歩こう。ちょっとな、微妙だな、ちょっと。まあ、それでも攻撃せざるを得ないね。マンティコア。28残る。まあ、しょうがない。まあ、こっち、あれだから体力回復マンいるから。ちょっと、わ、やっぱ囲まれてる。反撃とかできる？できないか。あ、雪壊してくれた。まさかのそっち。とりあえず、あ、結構体力あんだな。ちょっと待て、これはブリリアントスノー行こう。2回攻撃、これで勝てんじゃないかな。うわ、結構体力硬いな。私がやる。思った以上に硬いな。キマエラの方攻撃しよう。割と体力がある。硬いなこいつ。ちょっと待てよ。あー、微妙に届かない。届かぬ思い。ちょっと待って、もったいないけど使うか。もう残しとくの邪魔だからね。いいことないから残してて。よし、でカゴメで固めて、みんなでいじめリンチして、やったるで。ちょっと一人で突っ込むのは危険と判断します。さあ相手のターン。うわっ、割と減るな。あ、移動変えた。移動っていうかその位置を変える。まあ位置変えられる 分にはそこまで、そんな間違った。悪魔くんからちょっと。どうしよっかな。こっちでいいかな。タイル600あんのか。とりあえずみんなでボコるか。とりあえずみんなでボコろう。残り43か。このイロハの笑い方の中、ちょっと、イカレっぷりがいいよね。若干ちょっと基地入ってる感じがするから。まあ、これは、若葉でいこう。強いよな、若葉も。若葉のなんか特技が結構強いっていう。これはま、しょうがないか。なんか技持ってるかな。2回攻撃か。精神力ダウン、X バーン、来た。ウィングゼロカスタム。通天気、これもちょっともったいないな。これは。炎のトライク？ファイヤー、タイガー。よし、これで倒せるか。強いね。助かります。残るはもうボス一人。うわ、動かない。動かないじゃん、全く。涅槃にて待つみたいな、そういう感じこれ。相手の射程には入らないぐらいで、あー、そんな広いんだ。雪か。一旦待て。特技、イービルワイ。イービルワイどうだ？ブルーベリーアイ。195。まあ、地道に減らそう。反撃クラウあるんだ。ほな行こうか。じゃあ魔人行こうか。トランス、ヒエーイ。かっこいい。あー、でも届かないね。 X バーンとかちょっとやってみたいけどね。あ、届くんだこれ。使っちゃえ。あんま効かないね、これ。まあ、しゃあないな、これは。イロハ突っ込んじゃうか、これ。リミッター解除して。
まあ、回復あるから一応。もう中に入ろうこれ。雪のあれってどうなんだっけ。この雪フィールド、雪上フィールドってイロハにとっては美味しいんだけど、笑い方がちょっと基地入ってるよ本当に。スノーダイブじゃなくて、まあでもアイスバーンとか効かないだろうな。多分お互いに雪系だと思うから。よし、一応カウンターは食らうのか。体力すごいな。私がやる。ちょっと若葉が移動ちょっと大変だな。相手がどう動くかだな、これは。何した？ああ、雪フィールド作ったのか。やばい、悪魔がやばいな。これどうしようかな。これスノーダイブ使ってみるか。周囲6マス以内のマスにワープ。あ、やんなくていいな、これ。ちょっと待って、やんなくていい。ちょっと待てよ。あ、奥義使える。奥義使おう。剣波、龍神山。かっこいい名前。来た、これで終わり。あ、レベルアップ、しかも。戦いの中で成長していく。まだ、イロハは奥義使えない。か。特技、ちょっと待ってよ、通天撃。あ、これ強いんだ。これ強い。これ結構強いんだよね。で、一応回復ちょっとさせようか。悪魔がちょっと死にそうになってるんで、一応。イービルアイ、ブルーベリーアイ。あ、そっか、使えないか。SP がないんだ。まあちょこっとだけどね、本当にちょこっとだけど。割れ方やばいんだって。だから、いや普通に攻撃するか。支援頼むぜ。お、もうそろそろ体力が、相手の体力400までいった。これは射程圏内。誰も死なずに帰ろう。みんな死なずに最後まで戦おう。さあ、奥義使いたいんだが。あ、奥義使える。うわ、すげえ範囲、なにこれ。奥義使ったるで。かっこいいな。俺、魔人の使い方ちょっと雑すぎたな。よしよしよし、クエストクリア。